島市の公設地方卸売市場で開かれた市場祭りには45店が参加しました。市場祭りはこれまで年に1回秋の開催でしたが、県産の生鮮食品の風評払拭などにつなげようと、今年は初めて夏にも開催されました。水産物売り場にはホッキ貝などの常磐もの12種類や、全国各地で取れた新鮮な魚などが並んだほか、マグロの解体ショーでは迫力ある包丁さばきが披露されました。すごい人がたくさんで、なんか活気が戻ってきてるのかなってびっくりしました。はい、市場祭りは今年10月にも開催される予定です。